英語は取得に時間がかかる。あとアンはアンの語色だと思ってたものすごい速度で英語が読めるようになった。いやこれフルでやった先生最高に面白いです。今自分がね中学生のことを考えてみると、中学生の時ってその要はコンバセーションが載ってるじゃないですか、はい、どっちかっていうと説明文ではなくて、要はね今からパン買いに行こうよとかね、イエスね、イエスアイキャンとかね、そういう要は会話が載ってるじゃないですか、はい、それがいつの間にか高校生ぐらいになるとやたら難解な文章に置き換わっていくわけですよ。いきなりコロンと変わるんで、そう高1になる。だから自分は高1になっても何にも分かんなくて全然ついていけなかったです。いや僕も英語めちゃくちゃ苦手だったんでね、その全然あれだったんですけど、いきなり文になったんで長い。けどね、結局その受験ってやっぱりその期限が決まってるじゃないですか、はい、で僕は自分の経験からすると何を思ったかっていうと、やっぱりね同じ高校2年生でも英語むちゃくちゃできるやついるじゃないですか、はい、同級生でもね。そういう子ってどういう子かっていうと、中1からそういうのカンバセーションを要はちゃんと勉強してる子なんですよ。要は英語的なセンスが高い子なんですね。けれども僕は中1から英語とかねみたいな感じで全く勉強しない。俺僕本当にこう冗談じゃなくて中3ぐらいの時にあとアンはアンの誤植だと思ってたんですよ。いや本当にそういうの面白 い, いやそうマジでやばい面白い。いや本当に何これみたいななんかタイプミスかなみたいな、本当にそういうレベルで勉強しなかったんですね英語。別にだからまあ全国も勉強しなかったんですけど、けど全国も勉強しなかったけどね、高2からね、要はやっぱりまあちょっといろんな環境もあって受験勉強をして医学部でも目指すかってなった時に、まあとある塾に行ってっていう感じでね、あの大手さんじゃないんですよ、この塾は大手さんじゃないんですよ、そう、ね、そうあの個別の塾、はい、英語だけやってる塾なんですけど、で結局ね高3の秋ぐらいに偏差値ねもう英語で70切んなくなったんですよ。すごい。いやほんと30何歩ですよそっから。でじゃあ何やったかっていうと、はい、ここですね、まさに聞きたかったところに、はい、うまくなのかよくわかんないけど着地しました、はい、いや何やったかっていうと、はい、本当に単語と文法書をただただガチ覚え、単語をもうとりあえず単語帳を鬼のように回して、はいはい、そして文法書、まあ、ネクステでも英品でもいいんですけど、はい、そういうレベルの問題集をもうガチ覚えで、授業では何をやったかっていうと文法のもう緻密な解説、はい、だから、はい、あの言うなれば伊藤先生の英文解釈教室とか、はいはい、あとはあれ何でしたっけ、あの銀色の本知ってます、英文解釈のやばい本があるんですよ。もう思考訓練の場としての英文解釈、はいはいはい、そうですね、でっていう超マニアックな本があって、その塾ではねあのレベルで文法解釈をやったんですよ。あの本当にね、まあ言うなればもう開いた瞬間に読みたくなくなるような本なんですけど本当にマニアックで、けどなんていうんですか、その英文法の中にまあ、論理性と言うなら芸術性っていうものを、まあ、しっかりと教わった結果、ものすごい速度で英語が読めるようになったんですね。じゃあ構文もがっつりやる感じですね。がっつりです。だから僕は本当に品詞とかその文法に対してものすごいうるさい、まあ、もうざっとの識別、はい、10個言えって言ったらもう生徒が瞬時に言えるように、まあ、もう本当にI think that 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 みたいな、そうなんかざっと続けてみたいな、まあそういう典型問題もありますけど、要はそういうレベルで、まあ、その英語を学んだ結果ものすごい速さで成績が伸びたんですよ、はいはいはい、つまるところ英語は喋れるようにはなってないんですけど、はい、受験英語に関してはすごい速さだったんですね、はいはいはい、自分で思うんですけど、で実際僕も、まあ、10年間生徒教えてきて、やっぱり受験英語界で戦うにはやっぱり英文法をガチガチにやんないと、フィーリング英語は取得に時間がかかるっていう結論になったんですね。つまり高2高3のレベルから偏差値50ぐらいの子を偏差値65とか70まで上げようと思った時に、リスニングから始めてね英語を英語として学ぼうぜなんて言ってたら間に合いやしないと、なるほど、っていう俺の持論なんですけど、どう思います？いや全然いいと思います。いや僕はね分かんないですけど、そうやってみんななんていうか教えてる人が多いと思うんですよ。ああまあね、そうですね、はい、だから受験英語で高得点を取ることに関して、まあその言うなれば東大英語はちょっと別物として捉えた方がいいと思うんですけど、はいはい、まあ、センター試験、まあ、あとは普通のね、例えば京大の試験とかね、はいはい、分かりやすいですよね、はい、もうだって和訳ライティング、ね、要約みたいな、ドンドンドンみたいなね、ああいう試験で
点を取ろうと思ったら、やっぱり綿密な文法の理解、まあ要はこの要はね、句が何で、この説が何詞の役割をしていて、どの単語にかかっていて、そのかかってる単語はこの文章において O なのか C なのか、ね、そういうところを極限まで突き詰めることによって、言うなれば採点者も日本人だから、なるほど、この世界においては高得点が取れるんじゃないかと。そうでしょうね、まあ、作ってる人たち、そうですね、日本人、はいで僕はね、その結論付けて自分の生徒たちにそういう指導をしてきたわけですね。でやっぱりその英語を英語として学ばせるとなると、少なくともまあ2年から3年はかかっちゃうのかなと。要は耳から入れて単語を覚えて、まあ要はね、その文章の読み方とかを、まあ、言うならばネイティブと同じ手順で学んでいくには、そりゃね、英語、外人の赤ちゃんだってね、1ヶ月半で英語を受験レベルまですることは不可能なんですからそう、だから、まあ、普通に考えて時間が足らんかなと思う部分があったわけですね。なるほど。どういった形、いやいやいや、どうなんですか先生。いや、まさに、ね、その向こうの通ってるものはそっち側なわけですからね。まあ、これからそれがどう変わっていくかですね。あ、そうだから僕みたいな教え方してると、今後ね、講師としては生きてこれないかもしれない。その音技能ってなった時に果たしてどうなっていくのか、まあ、だからいわゆるリーディングとかはそういった風に解かないでねって言ってるんですけど、向こう側でも解けちゃうじゃないですか、うん、それで解けちゃいますからね、うん、音技能試験のリーディングつったって解けちゃうんですよ、まあ、多少ね、やっぱ無理なのはあるんですけど、それでも解けないっていうのは出てきちゃうんですけど、いわゆるこのたくさん文章がある中の題名見て、その題名から要約を選んで、うん、その要約を選んで、その要約を見て初めてるで論文が出てくるみたいな、はいはいはい、試験がコンピューターだとあったりするので、そういうのはもう確かに情報を超えて、全部 その論文読む時間なんか全然ないんで、うん、そういったのは多少はあるんですけど、なるほど。けど最近はやっぱりその受験、英語の受験問題もね、どんどん分量がね、やっぱここ10年で増えてきてますよね、はいはいはい、そうですね。でやっぱりその言うなれば、向こうからは要は精読のみならず速読の重要性というか、そうですね、はい、やっぱりその、まあ、要はラフに読む能力っていうのを、はいはいはい、まあ、センター試験とか見てると非常に求められてるなと、ね、要するに要点だけ読めよっていう ね、だから全部読んでたら間に合いっこないし、だから僕らみたいに教えてるレベルでもやっぱり、いやきつくねこれっていうのはあるわけですよ。だからなるほど、まあ、文科省としてはね、そういう、まあ、意図を、ね、問題に反映させてきてるなっていうのは思うんですよね。そうそう、だからトイックもそうやって精読で日本人たちガンガン満点取ってきちゃうんで、どん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 長くなってますよそうですよねどんどんどん長くなって、言うならばさ、無駄な、ね、枝葉をつけてわざとボリューム増やしてるよね。読まなくていい場所を増やしてるわけじゃないですか。そうだから、そのね、まあその何ですか、こう永遠に膨張していく英語長文みたいなね、もうそうだからまあ、その4技の試験なんかのその論文のやつとかは、もうついにここまで来たかと思って、ああなるほどね、もう絶対に読ませませんってわけですからね。だよね、その用意するのもすごくないですか、その読まないでいい論文を準備するんですよ。てか向こうとしてもね、要はほとんどが葉っぱでね、幹ここだけみたいな文章をわざわざ用意してくるわけですもんね。わざわざスキミングとスキャニングやれって言って準備してきてるわけですからね。いやだからさ、スキミングスキャニング先生どうやって教えてるんですか逆に。あ、それ教え方ですか。まあだから概要を、先生その問題があってそこに関係ある情報だけを探しなさいとか、ね、まあ、だからよく言うのは広告とか天気予報とか、うんうんうん、そういうのをまず例に挙げてって感じですね。へえ。で要は、まあ、そういう明らかに答えが分かりやすいもので練習をしてって、そういうことね。もう、あ、ね、当たり前だけどその前説とかそういうのってね、桜が咲きましたねとかそういうのはどうでもいいから、はいはい、じゃあ天気何なのっていうところを探せよっていう話なわけですね。そうです。普段自分で天気予報を見てたり聞いたりするときに絶対わざわざ函館から那覇まで見てる人もいない確かにね、自分に関係するとこしか見ないし、はいはいはい、だからまあ、あとはね、まあ、なんでしょうね、スイスとかマカオとか行ったら4カ国語放送が流れるわけですよ。なるほど。
自分の聞こえるやつしか聞かないですからね。はい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 。今日だってさ、けどね、その文章にね色がついてりゃ分かりますよ。けども例えば僕らだって村上春樹の小説を読んでいて、はいはい、どこが重要かなんて読んでみないと分からないじゃないですか。そうですね。で、まあ実際読み始めてみて、ああなんかここすごい情景描写だなと思ったらザー読みして、はいはいはい、でポイントだなっていうところはまあしっかり読みますよね。まあその心情が入ってるなっていうところは、それってやっぱり英語でその要はなんていうんですか、ニュアンスを汲み取るっていうのがやっぱり僕ら難しいんですよ、日本人からすると。そうですね。それってさ、どうニュアンスを汲み取る、まあ、緩急をつけろとかっていう人はいますよ。いや僕もね、スピードをこうじっくり読むと早くのところで分けなさいとかっていう人もいます。生徒に言ってるけどさ、自分でも難しいな。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.